はい、皆さんこんにちは、アナリングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくのは信長の野望創造のパープキット PS4 版で関ヶ原の戦いのシナリオで、徳川家康を使って、天下統一を目指していきたいというふうに思っています。それでは早速プレイの方を開始していきたいと思います。で、選択する大名はもちろん徳川家になりますね。本庄7、史上13、武将が78人、総兵力 49,942、まあ約5万というところですね。で、次に大きな大名はというと、まあ、この毛利あたりになるんですかね。毛利が本庄6、史上13、兵数が3万7000と。で、島津が本庄3、史上4、武将19、兵数1万6000と。で、秀頼、豊臣家ですね。こちらが兵力2万8000。で、石田、三成ですね。こちらが本庄7、史上7、武将37の兵数3万7000ですね。まあ、実際には三成は沢山城約20万石程度だったと言われてますけども、まあ、信長の野望、関ヶ原の戦い時点の石田三成の、まあ、勢力としてはかなり大きいですね。おそらく、徳川に次いで毛利か三成かといったところになるんじゃないかなと思います。それでは徳川家を選んでプレイの方を開始していきましょう。天下人豊臣秀吉の死は、束の間の太平を享受していた戦国の世に再び暗雲を招き寄せようとしていた。忍従の二文字を胸に刻み、乱世を生き抜いてきた徳川家康がついに天下を制する好機を得たのである。秀吉の意地、秀頼の貢献と称しながら、家康は時代の天下人としての足場固めを半ば公然と行っていた。上杉はどうした？まだ上洛せる気か？家康は味方となる大名とは婚姻関係を結び、敵対する大名は武力で恫喝し服従を誓わせていた。豊臣政権下では御大老の一人であった上杉景勝に対しても謀反の噂に対する釈明という形で心中を迫っていた。直江兼続より書状がございました。我らに関するつまらぬ噂がナイフ様のお耳に届いているようですが、もうナイフ様というのは徳川家康のことすぎません。謙信公より受け継ぎし、我ら上杉の部門の誇りにかけて、妄言の釈明のために上洛するような真似はできません。ナイフ様のように豊臣をないがしろにして天下を伺おうなどというつもりは毛頭ございません。しかれども信じていただけぬというのであれば、是非に及びません。もはや我らの間に言葉はいらぬでしょう。言葉はいらぬか。直江山城の神兼続、実に痛快な男よ。この船、久しぶりに血がたぎるわ。正信、出陣の支度をせよ。我ら徳川が天下を滑るための戦、起こす気は今ぞ。この直江兼続の手紙が世に言う直江城である。これにより大義名分を得た家康は会津征伐の兵を起こす。天下の趨勢は家康の思い描く通りに進んでいた。はい、それではプレイの方を開始していきましょう。まずは戦国伝、関ヶ原の戦いが発生しましたので、この戦国伝を進めていきます。重き荷を背負い遠い道を歩んできた、忍従の果てに見る頂点へ。天下分け目の決戦に徳川家康が闘志を燃やす。これを進めていきましょう。
家康部隊が小山城下に入ると、さらに鳥居元忠が伏見城を守るということですね。じゃあこの2つを進めていきたいと思います。表情を始めましょう。まずは江戸にいる家康ですね。これはもう単純に家康が入ればいいだけなので、兵数は最低にして、この配備するのも騎馬も鉄砲もなしにしましょう。これはこの後のね戦いのために残しておきます。で、小山、ここですね、小山城に移動させます。で、さらに鳥居元忠が伏見城を守るということだったんですが、伏見に鳥居元忠いますね。じゃあこれでいいと思いますので、このまま進めていきましょう。まあ開発とかはねいつも通り普通にやっていきましょう。で、ここでイベントが発生、大阪城です。上杉征伐のため東国に向かった家康に対して、石田三成は毛利輝元を総大将として挙兵。家康を弾劾する檄文を発し、加勢する大名たちを集めた。石田三成のもとに集まった主な大名はいずれも豊臣家の一門衆である宇喜多秀家や小早川秀明。家康との関係も深かったが、三成との個人的なつながりを持っていた小西行長や大谷義継。徳川家康に協力するつもりが諸事情により西軍に組み込まれた島津義弘や長宗我部盛親など様々であった。三成、家康は太閤殿下のご威名に背き、私利私欲のために天下を騒がす謀反人。我らが秀頼様に代わり武をもってこれを裁かん。集結した西軍は東軍の上方における重要拠点伏見城へ攻め寄せるのであった。すでに伏見にはですね人を入れていますね。戦国伝で鳥居元忠を入れとくようにという指示があったので、すでにその指示は出してあります。何なりと申し付けよ。というかね、もうそもそもすでに元忠が入っていたというのがあるので、あとはこの関ヶ原の戦いの戦国伝を進めるにあたっては、家康が小山に入れば OK というところですね。で、おそらくというか間違いなくイベント回戦になりますので、イベント回戦になった後はですね、兵力とかその布陣とかに関してはイベントでも決められた布陣で戦うことになりますので、さっきね家康出陣させた時に、見てもらったように兵力は、最低限の兵力で小山城に出陣させてます。で、もちろんですねこの関ヶ原の戦い勝ちますというか勝つつもりでプレイしていますので、勝った後はですね温存していた部隊で上方に攻め上るということをやっていきたいと思います。で、とりあえず今この後ねいろいろ出てきますので、それに備えて内政をしっかりやってるというところです。で、史実では、1603年誰もが知ってますね、家康が幕府を開府するわけなんですが、それにはねおそらく間に合わないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、できるだけ間に合うようなスケジュール感で攻略を進めていきたいと思っています。で、あとは工作をしときましょうか。味方の連合に入っているところはあっても、さらにね信頼を上げときましょう。戦わなくていいところにはもうできるだけ戦わずにね進めていかないと、それこそ本当に2000何年かまでに、違う1603年までに
江戸幕府を回復するどころか敵が我が領内に向かっております、攻略が進まないってことになってしまいますので、そのあたりは積極的に進めていきたいと思います。でこれがガラシャが死んでしまうイベントですね。細川家、細川忠興の正室ガラシャです。女たちは逃げなさい、私は細川の女、武家の女として務めを果たします。細川忠興夫人、細川ガラシャ、敬虔なキリスト教徒として知られていると。細川ガラシャ、このガラシャはですね、玉姫って名前だったと思うんですけど、キリスト教に改宗してガラシャという、洗礼名をもらって、キリスト教徒としてね生きていたんですが、西軍に細川忠興をこうつかせるためにですね、石田三成がガラシャを人質に取ろうとしたというのがこのイベントになっています。神よ、今おそばに参ります、父はようやくこの血塗られた道から我が御霊は解き放たれます、忠興様どうか太平の世。これで細川忠興が激怒したというふうに言われてますね。江東軍の細川の本陣です。散り際を誤ることはなかったが我が妻ながら見事、そなたの敵必ずやこの手で打ってみせる、三成楽には死なせぬぞと、なんか狂気の感じが漂ってますね、この細川忠興。感情の起伏が激しいことで知られる細川忠興はこの件を聞き激怒、家康率いる東軍への全面協力を決める。なるほどね、東軍西軍の両陣営から批判を受け、三成の人質作戦は中止へと追い込まれた。ここは伏見城ですね。西軍の太平が押し寄せた京伏見城、城を守るのは徳川家康の、鳥居元忠、わずかな兵のみを伴って籠城をしていたと。うん、よくもまあ連れてきたものよと。さっきちらっと出たところだと伏見城には4万7千の軍勢が来ているということですね。家康様に付き従い50年、鳥居元忠は家康の側近として50年も仕えたんだ、これはすごいな。で家康統制前、伏見城の一室では、元忠この伏見お前に任せてよいか、言うまでもございません、徳川が天下のため立派に捨て石となってみせましょう、兵はいかほどいるか。殿、未練にございますと、変あらば、ご詰めなきこの城は落ちるのみ。天下分け目の大戦、一人でも多くの者がいりましょう。ここはわしと年寄りたちで守りまする。殿、いえ、竹千代様、戦の前に涙など、不吉でございますぞ。この竹千代様というのは、家康の幼名ですね。で、鳥居元だ、奮戦するも伏見城落城ということになっています。鳥居元だ、去年62、人質時代から家康に付き従い、まさに苦楽を共にしたこの老臣の最後は三河武士の鏡として世の、後の世に伝わると。元忠の予想以上の奮戦は西軍の予定を大幅に狂わせ、東軍の岐阜城攻略を許す結果となるのであった。戦国伝、関ヶ原の戦いの条件の一つ、鳥居元忠が伏見城を守るを達成しました。あとはね、家康が小山城に入るというのを待っていたんですが、これも達成しましたね。これで関ヶ原の戦いが始まると思います。三成の挙兵を知った家康は、退陣中の小山にて表情を開いた。存じておると思うが、三成がわしを討つために兵を挙げた。わしはむざむざと討たれるつもりはないが、各々方の中には、各々方の中には髪型に妻子を残している者もおるであろう。よって無理強いはせぬ、老いもせぬ。わしの元を離れ、三成につく者はここより去るがよかろう。家康のこの発言に、上杉征伐に参加していた諸将は互いを牽制し合うかのように黙り込んだ。その沈黙を破ったのは豊臣家臣の中でも猛将と知られた福島正則であった。武士たる者、妻子に後ろ髪を引かれ、大義を見失っては松代までの恥。三成こそが秀頼様を惑わす行進。わしは義のため妻子を捨ててでも内府の
お味方いたす。内府とは内大臣を意味しており、内大臣の位についていた徳川家康は周囲からそう呼ばれていたと。この正成の発言により場の空気は一変し、諸将も次々と家康に味方する旨を表明。私の心は決まっている。これは細川忠興ですね。黒田長政、これは、大河ドラマ官兵衛の息子、長政、黒田長政ですね。松坂桃李君が演じていたと思います。それがしも当然内府にお味方いたしますぞということで、まあ秀吉子飼いの武将たちがねこぞって家康側についたと。で一方真田昌幸と後の雪村ですねは西軍に組みするために上田城に戻ったと。で続いて関ヶ原の戦いを起こすための戦国伝を進めるために岐阜城を包囲と。それでは岐阜城の方位へと向かっていきたいと思います。岐阜城がここですね。岐阜城、ちょっと待ってくださいね。岐阜城がここだな。なんで岐阜城に向けて兵を出していきましょうか。武将がいないと。そうすると配属して武将がいないところに兵を配置していきましょう。多いのがどこか。ここ11人いますね。武将がいないところには武将を配置して出陣させていきましょう。山内勝豊と山内千代が今いましたけど、これらの配置させました。和豊もあれですよね、大河ドラマになりましたね。仲間由紀恵が ヒロインを演じていたと思いますけど、であといないのはもうここだけですね。駿府、さあこれで配置が済みましたので武将がいるところから順次出陣させていきましょう。目指すは岐阜城です。包囲するということなので、まあ、それなりにね、兵数は必要にはなってきますので、で、この上の方の城からですね、普通に、岐阜を目指すと、中山道を通って、真田の領地を進まなきゃいけなくなるんですね。そうすると何が起きるかというと、上田合戦が起きてしまう可能性があるので、まあ、それを避ける意味で、小田原を経由する経路で部隊を進ませていきます。忠勝も出陣させましょう。これくらいでいいかな。あとは東への抑えとして残しておきましょう。で、あとですね、小山にいる家康は
騎乗させます。戻るぞ。で家臣で登用いるのは全員登用。天海もいますね。難攻防天海で、あとは内政は、はい、お任せで推奨を出しておいて建設していきます。この辺りもね、この関ヶ原の戦いが終わった段階で軍団を編成して委任していきたいと思いますが、まずは自分でやっておきたいと思います。さあ、これでじゃあターンを進めていきましょうか。福島正則の部隊、まあ、いわゆる東軍の先鋒部隊が攻め入ってはくれていますね。ここにいる部隊ですね。浅野幸長、福島正則、池田照政、これらの部隊が岐阜城へと進んでいます。でそしたらですね、さっき出した、兵がどこまで進んでるかちょっと見ておきましょうか。小田原城に集結している部隊がいるので、小田原城に集結している部隊の目標をここ岐阜へと変えていきましょう。これでターンを進めていきます。待機せよ。福島正則らがおそらく岐阜城を包囲してくれたんだと思うので、戦国殿が先に進むと思いますね。東軍主力部隊の攻撃に岐阜城は差したる抵抗もできず陥落。これを受けて西軍の首脳たちは大垣城で緊急の軍議を開いていた。関ヶ原へ出る。これは沖田秀家ですね。関ヶ原にてナイフを待ち伏せする。待ち伏せとは言うがナイフが七に来るとは思えぬが、来る。良きお考えかと。今のは島左近ですね。まあ、島殿が言うのであれば間違いはなさそうだなと。この島左近はですね、まあ、三成に過ぎたるもの二つありと。一つが、沢山の城と、この島左近だというぐらいの、まあ、名士だったというふうに言われてますね。で、島左近は、小早川殿が気がかりにございますということで、まあ、小早川秀明の裏切りを、まあ、警戒していたというような発言ですかね。金吾かあやつもああ見えて豊家寝返るような恥知らずとは思いたくないがと。この金吾っていうのが小早川秀明のことですね。我らに味方するのであれば関白の座と播磨一国に加え近江に所領を与えると伝えてあるが、関白とは随分と大きく出たものだ。金吾が損得勘定のできる男であればナイフに裏切るようなことはあるまい。すでにそのような手を打たれておりましたかならば覚悟を決め進むのみでございますな。三成、皆出陣の支度をせよ。この戦関ヶ原にて決着する。一方東軍の家康の本庄、三成が動いたか。これは井伊直政ですね。赤備えの井伊直政、
はい、大垣城を出て関ヶ原に布陣した様子。関ヶ原、核翼にて我らを待ち伏せするか。三重のアリーにしてはなかなかの策よ。直政、支度をせよ。我らも関ヶ原へ向かうぞ。よろしいのですか。なるほどね。家康は構わぬと。奴の翼はすでに折れておるのだからな。核翼の寺院の、一体が小早川勢、もう一体が毛利勢だったんですが、まあね、歴史の結果から見ると、小早川勢は裏切って、毛利勢もね、まあ裏切り、まあ実質裏切りですよね。不参戦ということで、実質の裏切りを行ったと。いうことで負けてしまったわけですが、晩秋の脳無が、なんとかね、家康側でこの戦い勝つためにも、その歴史通りの展開に持っていきたいと思います。それではご覧ください。石田三成率いる西軍、両軍が睨み合いを続けたまま、すでに2時間が経とうとしていた。これは福島正則ですね。待たれよ。今日の先手は我らが役目。何人たりとも通り抜けるは許さぬぞ。これはお役目ご苦労。我らは松平忠義様の初陣に備え物見をするだけのこと。案ずるには及ばない。これはいい直政ですね。総大将、徳川家康の息子である忠義のためだと言われると揉めるわけにもいかず、福島軍も渋々直政の通過を許した。鉄砲隊、玉米勢よ、よろしいので。この井伊直政の抜け駆けは、まあ、一説によると家康の指示だったと言われてますね。先陣福島正則で決まっていたのに、井伊直政、松平忠義が抜け駆けをしたと。この抜け駆け行為は戦国時代においては軍規違反で、場合によっては正規的ものだったと言われているんですが、戦後井伊直政は松平忠義ともに軍規違反には問われていなかったということが、その一説の根拠になっているそうです。井伊直政の攻撃を受け、東軍西軍の諸隊が攻勢を開始。天下分け目の戦いがここに幕を開けたのである。はい、それではイベント回戦始めていきましょう。まず、布陣から見ていきましょうか。家康側、本陣3万500ですね。で、井伊直政隊が6600で、さらに東道高虎2500、福島正則6000、加藤義明3000、細川忠興5100、黒田長政5400で、一方のですね、西軍松尾山、まあ、今回のねポイントになる小早川秀秋から見ていきましょう。1万6000ですね。小早川秀秋とともに裏切ることになる、脇坂で、小早川勢への備えをしていたというふうに言われている大谷義継隊が5000、そして西軍主力宇喜多秀家1万7000、小西行長が6000、島津義弘、これ不参戦だったというふうに言われてますが、1600、そして石田三成8000という布陣になっています。さあ、それでは進んでいきましょうか。まずですね、戦場に出ている兵力、東軍徳川勢59100、西軍石田勢58450と、まあ、ほぼ互角ですね。ただ戦という観点において言うと、徳川勢についている武将たちの方が統率力、攻撃力ともに高いので、普通にね正面攻撃をかけてまず間違いなく叩けると思いますので、正面から攻撃に当たっていきましょう。ただですね、注意しなきゃいけないのが浮田秀井、これだけはですね兵力が大きいので、お任せください。井伊直政と合流させて戦わせたいと思います。で、同時に徳川勢も
徳川家康の 本体ですね、これも前へと押し出していきましょう。始めるぞ。さあ、それではいよいよ進行していきます。まず浮田勢と当たる加藤義明、福島正則、さらにこの井伊直政というのを待ってですね、攻撃を仕掛けていきたいと思います。で、いきなり三成の本陣に攻撃を仕掛けていますが、これが細川忠興と黒田長政の軍勢になりますね。で、当初の予定だと井伊直政は浮田秀家に当てると今言ったばかりなんですけども、早速ですね、敵の小西行長勢が石田三成に、援軍支援する動きがあるので、これを阻止するため、あるいは一気に叩くために井伊直政は小西勢にぶつけます。かしこまりました。で、一方加藤義明と福島正則は予定通り浮田勢へと当たっていきましょう。ここは正社で応戦します。で、史実だと家康はね、本陣からほぼ動かなかったと言われてますけども、ここでは家康の前へと進めていきます。で、浮田勢が石田勢支援している動きがあるので、これをですね、横から叩いていきましょう。ただ大谷義継勢がさらに浮田勢の後ろ横に備えているので、これを東道高虎で抑え込みます。で、臨戦を仕掛けてきました。臨戦は白兵戦の能力が上がるので、ちょっとね、交代しましょう。今近づくのはあまり良くないです。で、福島勢は敵の後ろへと回り込んでいきましょう。承知いたしました。小西勢が狙い撃ちを仕掛けてきましたね。狙い撃ちを仕掛けている小西勢に対しては加藤義明を回り込ませました。で、井伊直政が突撃をかけて、浮田勢の横をつきましょう。これで今チャンスですね。三成の本陣が混乱していますので、この機に乗じてですね、福島正則を一気に進めていきます。東道高虎は予定通り大谷勢にぶつけていきましょう。この機を逃さず長政は三成へと襲いかかりましょう。で、ここでイベントが発生です。東軍家康の本陣、家康は寝返りの密約をしておきながらなかなか動きを見せない小早川秀明に対して苛立ちを募らせていた。小早川の小せがれごときがわしを、侮るとは思えぬが、長政は何と申しておる。黒田長政が小早川秀明の、まあ、寝返りを、まあ、約束させたというふうに言ってますね。で、まあ、一説によると家康はこの小早川秀明の寝返りを催促するために、鉄砲を打ちかけたというふうに言われています。これね、今、有利に進めていますので、家康の本陣を小早川秀明の方に攻撃させるために移しましょう。よろしくお願いします。承知いたしました。お任せかかれ、かかれ、始めるぞ。おお、細川忠興勢が退いたか。これはですね、今浮田勢の攻撃を一手に受けてもらってたので、まあしょうがない結果ではありますね。よろしくお願いします。
そしてまたここでイベントですね。敗勢が見え始めた石田軍の中で鬼神のごとき戦いを続ける男がいた。これが島左近ですね。鬼左近こと島左近、早い時間に銃撃により負傷しながらもここまで石田軍を支え戦い続けてきた。この戦これまでのようだな、との。賭けは我らの負けでございましたな。賭けを進言したのはこの左近。殿は火の元になくてはならぬこと、どうかお逃げくださいますよ。今こそ大恩に報いるとき。さあ黒田細川の、コアッパー武者ども、我が地獄行きの友をせよ、皆の者かかれ。あ、さっき言った三成に過ぎたるものが2つある。島の左近に沢山の城というのがここ で紹介されていますね。さあ小早川の方に向かってる、家康を待たずして決着がつきそうですね。これ浮田勢がもうだいぶ減って2700まで減ってます。使って後ろに回り込みましょう。これで浮田勢を敗走させたので小西勢へと直政は強敵を吐いていきましょう。でここで加藤義昭が撃破されたところで石田三成を撃破して勝敗が決しました。石田、小西、浮田、大谷ら西軍の中核部隊は壊滅。ここに家康は東軍の勝利を確信した。者ども勝ち時を上げよ。家康の声に応じて東軍の諸隊が勝ち時を上げる戦いは追撃戦へと移りつつあった。戦つ殿、やりましたな直政、執着至極にございまする。家康、うむ、お前たちもよく戦ってくれた。だがこうなることは分かっておった。戦で動く世は終わりを迎えていたんだ。長き道であった。ついに、板垣にたどり着いた。そうわしは思うておった。されど板垣からはまだ新たな世が見えた。我ら徳川が築く千年の太平の世が、お前たちにもまだまだ働いてもらうぞ。これで関ヶ原の戦いは終了ですね。開戦時の兵力数はまあほぼ同じでしたけども、やっぱりね、戦になると率いている武将の能力がかなり響いてきますね。関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わった。家康討伐のため決起した西軍の中心人物たち4人はそれぞれ終わりを迎えようとしていた。大谷義次は戦場で切腹、三成と小西行長は逃亡を図るも、捕らえられて、三条河原で斬首されたと。で浮田秀家は最終的にはね、小豆島だったっけな、小笠原だったかな、どっちかに流されたというふうに言われていますね。八丈島ですね。八丈島に流されて84歳で死んだと。ただ84歳までね生きたということですね。でこの明石は、最終的には大阪夏の陣冬の陣で活躍したと。関ヶ原の戦いより3ヶ月後京都六条ヶ原でしたね。三条ヶ原じゃなくて六条ヶ原でした。東軍により捕獲された三成と行長は西軍の中心人物として市中引き回しの上打ち首と。で小西行長はキリシタンだったので、まあそうではなく、まあ神に見取られるという道を選んだという逸話ですね。ここで紹介されているのが、で、石田三成、一つ頼みたい。なんだ、喉が渇いている、水を一杯くれぬかと。
で、この星、この水を一杯くれというものに対して干し柿を与えられたんですね。ただ干し柿は体に毒が毒だと言って、まあ、断るんですが、もうすぐ死ぬのに、なんでそんなこと心配するんだというふうに笑われたらしいんですが、三成は、頼朝のね、逸話を出して逆に諌めたというふうに言われています。大義を思う者というのはたとえ首を打たれるとしても命を惜しみ本意を達しようとする、そういうものだ。運命を受け入れ、落ち着き払った姿は最後まで大将としての役目を、果たしたということですね。で、ちなみにですね、今の関ヶ原の戦いのイベントは西軍でね、プレイした様子も始めましょう。先月の終始です。報告いたします。このチャンネルで、アップしてますので、興味のある方はぜひそちらの方も見ていただければと思います。さて、それではですね、出陣させていた部隊、騎乗させていきましょう。自らが岐阜城をね、囲む必要がありませんでしたね。ですので、出陣させていた各武将たちは、騎乗させて、一旦戦力を整え直したいと思います。で、表情を開いて軍団を作っていきましょう。まずは浜松、掛川、さらには駿府、で、小田原と、この6つの城を拠点とする、ごめんなさいね、武将ですね。これを選択して、ここを誰に任せるかですね。まあ、数豊でいいかな。で、さらにですね、東側を滑る軍団として、これを作っておきましょう。で、ここを誰に任せるか。まあ、ここは忠義でいいかな。これでいいでしょう。で、出陣させていた武将たちが戻り次第、石田討伐へと入っていきます。表情を始めましょう。報告いたします。さあ、それでは兵の集結しているところから出陣していきましょう。まずはどこを攻めようかな。というか、その前にちょっとね、様子を見ときますか。石田勢、まだ拠点15、兵数5万数えてますね。で、織田家もあるし、まあ、まずは織田を攻めた方がいいのかなというところですね。まずは織田を攻めましょう。で、織田を攻めて、その間に、さらに勢力を伸ばしたら、いよいよ石田狩りへ向かっていきたいと思います。さあ、じゃあ山内和豊の軍団には織田を攻めてもらい、忠義の軍団には佐竹を攻めてもらいますか。で、家康の本体からはですね、どこを攻めるのがいいかな。
まあ、太田を攻めるのは攻めるので間違いないので、あとはどんだけ人をそこに突っ込んでいくかですね。で、内政をもうちょっとね、自分でやっておきましょう。さらに勢力が絶対的なものになってきたら、もう完全にね、任せちゃっていいかなと思いますんで、ここね、退屈なところだと思うんですが、お付き合いをお願いします。さあ、それでは、表情終了しようと思ったんですが、武将がいない城があるということなので、それがこの岐阜城ですね。岐阜城に人を入れておきましょう。ご命令ください。内政はいつも通り行って、なるほど、ここはもうここまで頑張ってたどり着いてくれたんだ。そしたらここは岐阜城で待機させますか。お任せください。かしこまりました。で、この間にさっき言ったように軍勢を整えて、まずはこの岩村城攻略に向かいましょうか。で、家康も自ら出陣。やっぱりね、家康がいるのといないのだとだいぶ違ってくるんで、家康を出陣させて、一方太田攻めも並行して行っていきましょう。これでいいですね。待機せよ。表情を始めましょう。報告いたします。で、外交ね、そういえばうっかりしてましたけど、やっておきましょうね。連合に組みしているところは自然と上がっていくのでいいでしょう。となると特にやっておくところはないか。こんな小大名を相手にする必要もないしな。ということでいいですね。で、あとはいつも通り内政をガシッとやって、城攻めの方を見ておきましょうか。おっと、太田城というか太田攻めの方があんまりうまく進んでなさそうだな、これを見る限り。兵力が少ないんだな。ただ5攻めの部隊が来たらだいぶ変わるでしょう。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。みな我に続け、出陣するぞ。ご命令くだされ、先月の終始です。開戦をしていきたいんですが、兵力が整ってないな、まだ。腕が鳴るぜ。お、ここは開戦できそうですね。ただ部隊数がちょっと少ないか。
ちょっと改善するには心もとない軍勢の数ですね。お、水戸城は落としましたか。敵将、捕獲しました。表情を始めましょう。報告いたします。じゃあ水戸城には江戸城から人を出していきましょう。1603年までにね、幕府を開いてクリアするっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが、ここはね頑張っていきたいと思います。というわけでですね、ちょっと長くなってきましたので、関ヶ原の戦いが終わって、これから織田、太田、石田あたりを攻略していくというのを、まあ、方針を決めたところで、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。